吉本です。今日はですね、ライン撮りなんですけれども、コンパクトエフェクターでライン撮りをしたいと思います。まあ、コンパクトエフェクター一つでライン撮りがしっかりできるようであれば非常に楽ですよね。自分の好みの歪みをですね、そのままライン撮りできるっていうのはですね、まあ、一番理想の音に近づくと思うので、まあ、それが一番いいと思うんですが、やっぱりなかなかですね、いい音にならないのではないかなと思っております。それで今回はですね、キャビネットのシミュレーターをですね、ご用意させていただいて、コンパクトエフェクター直で撮った音と、コンパクトエフェクターからキャビネットシミュレーターを通して撮った音っていうのを比べてみたいと思います。で、今回使用するコンパクトエフェクターがメタルゾーン、ボスのメタルゾーンとロックトロンのランページ、こちらをですね、使ってライン撮りしたいと思います。ではメタルゾーンの音作りからやっていきたいと思うんですけれども、まずはルーパーでこの音を鳴らし続けます。全然悪くないですね。今キャビネットはオフの状態です。どういう状態かというと、ここのオーディオインターフェースからそのままマイクロキューブで鳴らしているので、まあ、メタルゾーン直の音みたいな感じですね。いいと思います。次ランページ音作りやってみます。オフだとこんな感じですね。で、オン。メタルゾーン、ランページ。なんか悪くないっすよね、直でも。で、まだラインじゃなくて、まあ、アンプから鳴ってるんでこういう感じなのかなっていう、まあ、そこそこいい感じになってるのかなっていうのもあるんですけれども、ちょっとキャビネットをオンにしてみましょうかね。まずメタルゾーン鳴らしましょうか。まあ、今キャビネットオフの状態です。増しますよね。これオフです。
ページいってみましょうかね。まあ、これはですね、今スピーカーとして使ってるので、あの全然 EQ とか歪みとかは一切入っておりません。この音です。で、まあこうやって聞くといい感じだったんですけれども、ライン取りしたらどんな感じになるのかっていうのをですね、これから試してみたいと思います。ライン取り完成したんで聞いていきたいと思います。4つ取りました。1つ目がメタルゾーンのみですね。で、2つ目がランページのみで、3つ目がメタルゾーンと IR キャビネットの組み合わせで、4つ目がランページと IR キャブの組み合わせ。この4つの音をですね、聞いていきたいと思います。ではまずはメタルゾーンのみのライン取りです。セッティングはこんな感じにしました。ベースで、ミッドのカットですね。で、トレブル、レベル、歪みという感じです。では行きます。We'll be right back.
メタルゾーンと IR キャビネット。最後です。ランページと IR キャビネットのセットで鳴らしていきます。感じになりました。やはりキャビネットがあるとズンズン系がしっかり出てきますね。まあ、ただですね、普通にランページとかメタルゾーンを LINE でコンパクトをつなげただけでもですね、意外と良くてびっくりしました。これミックスしたりするとまた面白いかもしれないですね。まあ、ぜひぜひですね、好みの音があったら試してみてください。自分の持っているコンパクトを直接挿して撮ってみて、ちょっと一癖欲しいなと思ったらキャビネットシミュレーター使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。